エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今何です。今日もご覧いただきありがとうございます。そしていつもコメントくださる皆様ありがとうございます。 TBS 金曜夜10時100万回言えばよかった第3話の感想考察をやっていきたいと思います。いや、しかし見れば見るほどこのドラマ、佐藤健、松山健一、井上真央の演技力で高められているなと。それでは今日もドラマが堪能できることに感謝しつつ、さて前回の動画で言った通りになって、ここを見てくださっている皆さんはさぞ今何さんほらねーって言ってるだろうって思いましたよね。もう本当その通りです。ほらやっぱよしよしじゃんってね、100万よしよしゲットってなりましたよね。前回これの後ろ姿は英介であるに100万よしよしをかけて、まあその通りになったわけですけれども、まあ、コメントでもね皆さんよしよしにかけて、いらっしゃいましたよね。TBS から100万よしよしもらいましょうということで、まあ犯人が分かってしまったので、どうしてって部分を掘り下げる消化試合的な感じは否めませんが、直木、結衣、魚住の物語がすごくいいので、まあそこだけでも見続けられるかなというところでしょうか。そしてこのハイヒールは尾崎莉桜ですよね。結衣と英介が話しているのを見て逃げたということは、尾崎莉桜はよしよしじゃない、英介に狙われているフラグで間違いなさそう。ここでの英介のセリフ、直樹のことまたちゃんと話そうっていうのはどういうことなのか。結衣も英介にたどり着いてしまったら、これ狙われてしまう流れですよね。魚住の運転する後部シートでダイレクトに伝えられないことがもどかしい様子の結衣、直樹とコミュニケーション取れたらなっていう風にね。で、直樹のその解決に向けた行動っていうのが樋口に会いに行くことっていうね、もうこれちょっと笑ったんですけどね。まあ板倉さん本当すごいいい味出してますよね。念じてイメージが大事よって言ってね、まあ訓練する直樹、幽霊同士で自己紹介し合うくだりも面白かったですよね。そしてこの壁に半身の状態っていうのがもう実にシュールな絵ですよね。やっぱ板倉さん適役ですよね。終始先輩面な樋口ですが、乗り移るのはできない模様で、美容院にカリナ降臨。カリナさん前回のドラマ「真犯人フラグ」でも途中参戦でものすごいインパクトある役、バタコさんだったわけなんですけど、存在感のすごい女優さんなので、カリナさん出てくると何か起こる感がすごいですよね。存在自体が伏線というか。そして前回佐藤健さんとの共演ドラマ「恋は続くよどこまでも」、恋つづでは兄弟役でしたよね。まあ尾崎莉桜であることは確定だと思いますが、正体を明かさずリサーチしてる風、明かさないのかっていうのがね、明かすことで結衣が狙われてしまうからなんだろうと思います。しかし結衣もプライベートなことを客に話しちゃダメですよね。危ない危ないということで、とはいえ尾崎莉桜はいいやつに200万よしよし。尾崎莉桜は、石岡誠二郎の内縁の妻で、石岡エステートの営業用携帯は尾崎莉桜が所有していた携帯であることが判明しました。ここで注目したいのが、殺害された高原涼香としていた通話時間の長さ。尾崎莉桜は高原涼香の身の危険を察知して説得というか警告をしていたのではと考えられます。そしてこのゆいちゃん、もう眼鏡に帽子、確かにめっちゃ可愛い。直樹のねウィスパーボイスをキャッチして、伝える魚住も可愛かったですけどね。さらに、直樹に追い立てられておどおど料理する魚住も相当なキャワです。生姜焼きくらい作れる方がモテますよってね、直樹に言われているけど、っていうか匂い感じるんですね直樹。そんなことってあるんでしょうかね。まあ聴覚はあるわけなんで、収穫もあっても不思議じゃないのかっていうのは言えるかもしれないですね。そして、僕だよわかるって、言う偽直樹、そしてその偽直樹が、ちゃんとわかる結衣、それに怒る直樹、今の大問題ですよ。
俺になりすましたら呪い殺しますからってね、いやこのジョークは本当良くない魚住って思ったんですけどね、まあゆいちゃんはちゃんと識別できますよね。まあそこら辺がね、二人の愛の力というか。そしてハマっているのはかきたま汁な脳神経内科の孫先生。事故で亡くなった旦那さんと魚住が似ているっていう先生、幽霊かと思っちゃいましたって言ってるんですけどね、私前回の動画でもしかしたら魚住って死んでるのってね、そういう可能性ないのかなっていうふうに言っちゃったんですけど、まあまあそれはねないにしても、この孫先生の亡くなった旦那さんの生まれ変わりっていうのはあるかもしれないですよね。そしてこの孫先生と魚住がくっつくのっていうのはありですよね。魚住は2周目の人生ではなく生まれ変わり、輪廻転生ですね。これは、韓国人である孫先生が起用された意味が分かった気がしましたね。存在がこの遠い方がね、よりドラマティックですもんね、輪廻転生をするにあたって。でこの後の孫ハヨンと魚住の絡みが楽しみになってきました。そして関係は最悪でしたと直樹の父、こんな親子関係もあるんですね。本当なんか辛いですよね。現実にもこんな親子関係ってまああるんでしょうかね。本当の両親なのに、まあしかしながらこんなシリアスな場面で半身の直樹やめてってね思ってしまったわけなんですけども、ちょっとね笑うに笑えないっていうかね、でも面白い。そして美容院で仕事をしていると、美容院に来た客と防犯カメラに映っていた女性が同一人物ではないかということを思い出すユイ。さすが美容師さん、まあ頭の形とか骨格とか髪型、まあそんなことでやっぱり敏感にわかるんでしょうね、職業柄。おそらく会話の内容も思い出して事件について何かを確かめるために私のところに来たんじゃないでしょうかというユイ。リオは、財産権も放棄していて、ホステス時代に隠したい過去がありそうなものの、それを承知で一緒になってほしいと石岡と事実婚、このことから金目当てでないことは確定ですよね。でこのままいなくなっても仕方ないと思いますっていう石岡のセリフには若干引っかかりを感じましたが、これはどうでしょうかね。石岡誠二郎役の長谷川初則さん、長谷川さんだっていうことでこのまま終わるとも思えないですよね。何か石岡絡みで一波乱ありそうな気もします。で前回、高校時代の尾崎莉央役の安西星来さんが昭和のアイドルに似てるっていうので、私ね1週間ね考え続けてやっと、正解が導き出せました。立花梨沙さんという方、覚えてる方いらっしゃいますかね。これね眉毛、目、鼻、口、えくぼ、ね、全部似てると思うんですけれども、どうでしょう。まあやっと、分かって実にすっきりしています。そして直樹の母、何か自分を産んだ子でもこんなに兄弟に扱いが変わるっていうのあるんですかね。まあね実の子供とはいえ相性っていうのは、まあ、人間誰しもあるとは思うんですけどね。ほんと父といい母といいひどすぎる親です。まあ直樹はねよくまっすぐ真面目に育ったなというふうに思いますね。本音を言えなかったりシャイだったりするのが納得いくようなバックグラウンドですね。でドナーが必要な時だけ、直樹に連絡するとか、ユイがもう直樹が亡くなってるかもしれませんって言った後のリアクションが、匠がまた再発したらどうしようっていうね、もうねこれ本当ね思春期の直樹にねこんなのぶつけられてたら普通である方が難しいですよね。いやもう本当に直樹のことを思うと心が苦しくなりますよね。児童相談所のこととか里親制度のことを調べたり、まあ直樹は頭のいい子だったんですね。正義感も人一倍強そうだから、悪いことをしているよしよしじゃなくて英介が許せなかったという流れだったんでしょうか。あなたが悲しいと胸が潰れるくらい悲しい、何回でも言う、私はあなたが好き、私は伝えられるから言う、返事なんかいらない、あなたが大好きです、理由なんかないってね、畳みかけるように、見えない直樹に愛の言葉を紡ぎ続けるユイ。井上真央さんは一途な感じがすごく似合いますよね。そして泣き顔は見られたくない、
日本男児直樹。佐藤健さんはもう号泣しててもどんな顔崩しててももうイケメンですよね。そしてお約束のタートルネックプラス厚手のコート。ともかく魚住がいないと自分からは何の発信もできないのが歯がゆいし悔しいでしょうね。直樹もね言いたいでしょうね。ゆいにここでの受け続けるだけの演技はめったに見られない感じですごく良かったですね、佐藤健さん。そしてラスト場面、この指はリオか直樹か、まあこの2択ですよね。普通なら、まあ、このスラッとした美しい指はリオっていうことでね、まあ、確定するところですが、なんてたって直樹の指も細くて綺麗ですからね。まあともかくこの2択でしょう。というかまあほぼほぼリオで確定でしょうかね。そして次回予告、犯人はお前だっていうことでね、まあまだですね、まあまだあとね7話くらいありますもんね。どういう感じであと7話を埋めてくるんでしょうか。ということで、3話段階で犯人予想は前回と変わらず、荒川よしよしさん演じる池澤英介ということで、頭角のお花がつきました。彼は高原涼香と愛人関係、もしくはそうなりたくて貢ぐ関係であったという予想です。コメントでもいただいたように、子供食堂をやってるってのも怪しいですよね。里親である拾った夫婦の死にも依然として疑問を持っているので、引き続き山北署に2人に保険がかかってないかも調べてほしいところです。そしてこのままだと結衣まで消されてしまいかねないので、魚住にはしっかり結衣をガードしてもらいたいです。そして孫先生と魚住の場面も全力待機です。ということで、サスペンスとラブとちょいお笑いのハイブリッドドラマ、100万回言えばよかった3話の感想でした。見ている皆さんと一緒に楽しんで見ていきたいと思いますので、皆さんの犯人予想、あの遺体が誰かも含めぜひ教えてくださいね。また今期他にもいろいろと感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。そしてシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方ぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。